はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただくのが、はい、クレールの村松です。よろしくお願いします。はい、ウィルソンの道場です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん大変お待たせいたしました。はい、これですよ。これここ大事。ここほら95です。はい、はい、バーンの95ついに来ました、はい、やっと。すいません、お待たせいたしました。まあ、大きく進化を遂げて、はい、まあ、登場したこのバーンの95です、まあ、具体的に変わった点、前のモデルからの変わった点をちょっと。そうですね、前回の、スティーム95というモデルと基本外見変わってるのはデザインだけです。はい、分からないところは変わってるんですけども、どこが変わったかというと、ハイパフォーマンスカーボンファイバーという新しい素材が入っています。はい、それもラケットのこのフレームの内側だけに、配合されているラケットになってまして、どういう効果が出るかというと、単純にスピードアップ、することが期待できるラケットになっています。まあ、これは錦織選手のリクエストというか。そうですね、彼がまあ昨年ですね、まあ、ウィルソンにもう少し展開力を上げた時のスピード力であったり、まあ、サーブエースを取れるようなラケットというリクエストを受けて作ったラケットになってますね。ストロークの方からやっぱりヘッドがこう効くというか、こうもうちょっと重さを感じられるので、振った時にこうちょっとヘッドが遅れてくるんだけど、最後にすごいこうヘッドがペッて加速してる、振り抜いた時の加速してる感じはすごい味わえるラケットです。ここは多分そんなにこう前のスティームとしか変わってないところだと思うんですけど、ね、はい、バランスウェイト等は前回のスティームと全く一緒なので、同じなんですね。はい、でやっぱ当たった時のこの感触っていうんですかね、ゆっくりこう合わせた時なんかでもこうちょっと飛んでくれる硬さ、硬い感じ、こうラケットがグニャって曲がらない感じがあって、強く打った時にはやっぱりこの硬さゆえにしっかりボールが潰れる柔らかい感じっていうのは結構こう感じられるのかなと思います。振ってるとちょっとこう実測の数字でも重く感じるイメージですかね。はい、重く感じるの、やっぱ頭が重いので振り始めた時トップがね、バランスがってことです、ね、はい、トップヘビーなのでやっぱちょっと振り始めた時の感覚としてちょっと重いかなと思うんですけど、その分やっぱりこうしっかりラケットのヘッドが加速してドーンって当たった時にはえって自分でも思うようなボールの速さで球が飛びます、うん、そうですね、まあ、正直言うと簡単なラケットでは決してないです。やはり錦織君が使っているという部分もありますけど、そこそこ重量があって頭が走って、まあ、なので逆に我々としてはですね、このラケットをお使いになる方にはとにかく思いっきり振っていただきたい、もう躊躇せずにためらわずに振っていただいて、そうした時のボールのやっぱりパワーとか速度っていうのを体感いただきたいモデルではあるので、やはり、もう少し汎用性モデルになってくると100とか 100S とか 100LS っていうのを用意しているのもそういった理由でもあるんですけども、決して簡単ではないけれども使っていけばいくほどボールにパワーのあるものが打てるというようになるんではないかなと思いますので、こう一般的にこうトップの頭のトップヘビーのモデルってこうちょっとフェースが大きかったりとか、こうちょっと楽に飛んでくれるラケットのイメージなんで、ヘッドが走るからこう、まあ、ある程度振ればヘッドが勝手に走ってくれるよねっていうラケットではないっていうことですよね。そうですね、本当に力いっぱい本当に振ってもらう、もっと言うと自分よりも身長が何センチも高くて体格が何センチもある外人と試合をしなければいけない時を想定してもらえるとパワーになるというのが、自分の味方になってくれるというのが感覚として持っていただけるんじゃないかなと思います。まあ、意外と、まあ、難しい、難しいと思います。ただ、これ本当にもさっきも言ったんですけど、はい、振って当たった時の感触は多分このちょっとなんか本当にこれのパンにしかないこの感触が味わえるモデルの、まあ、モデルになるんじゃないかなと。そうですね、本当は今マーケットの中にある中では唯一無二 の、 フィーリングとパワーとというラケットではあると思いますので、まあ、ぜひそういう辺を体感いただきたいなと思いますけれども、はい、前に使ってたスチームと比べてで重さを測ったんですけど、全く同じレザーに変えて、全く重さもグラム数も一緒だったんですけど、振って当たった時の気持ちよさはバーンの方がもう断然気持ちいいかなと。気持ちいい、違うラケットで面のインチの小さい90インチとかのプロスタッフとか、うん、あれと同じぐらいの気持ちよさが体感できるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。真ん中当たった時のフィーリングがってことですね、はい、
あとその反発性がちょっと強くなった分だけ、うん、あのピンポイントでこう狙ったところに行きやすいかなと、コースをちょっと狙いやすくなったんじゃないかなと、前回のスチームと比べると、うん、僕はそんな感じがしたんですけ ど、 なるほど、気持ちコントロール性がちょっと上がってるんじゃないかなと思うようなところはありました。弾くってことは掴む感覚っていうのは どういう感じになるんですかね。まあ、簡単に言うと、そのボールがラケット面に乗ってる時間っていうのは以前のものに比べると若干短くなると思います。あの計測すればですね、うん、まあ、その分反発係数が上がっているパワーにつながるということになっているので、まあ、前回のモデルよりは少し球離れが早いとおっしゃる方が多いとは思います。なるほどですね。まあ、じっくり使い込んでいくモデル。そうですね、うん、パッと使ってパッとこうラケットをこっちに変えてみてパッと使いこなせるっていう感じではない。そうですね、やっぱちょっとこう、はい、深いモデルなイメージですかね。錦織選手もこれに変えて結構慣れるまでに期間が。そうですね、本人も最初はやっぱり違和感あったと言ってましたし、変える変えないというところでは、まあ、彼はあまり悩まないタイプではあるんですけど、今回は少し悩んだと。ただその分自分のサポートになるというのを最終的に決断して選んでくれたラケットではあるので、そういった部分では若干、まあ、今までのものとも差であったりとか難しくなっているって思われても致し方ない部分かなと思いますね。まあ、あえてなんですね、そこは、ね、そうですね、やはり勝つためにはというところでのラケットになってくるかと思います。なるほど、自分をそっちに合わせていくと。そうですね、はい、なるほど。ボレーもさっきのストロークじゃないですけど、まあ、コントロール性とか、まあ、ピンポイントでこう狙ったところに行ってくれるような感じはありますし、まあ、あとはちょっとヘッドがやっぱり先ほどもおっしゃったように重いので、まあ、そこをうまく使っていただけると、あの滑ったりこう球の伸びがあるようなボレーが打てていくんじゃないかなとは思います。パンチの効いたね。そうですね、ボレー、はい、なので頭が重いところをちょっと最大限に生かしてやっていただけるとボレーも全然良くなっていく。まあ、弾きがいいってことは前のスチームよりもボレーの方はメリットが大きい。そうですね、ちょっとしやすい感じがしますね、うん、はい、頭重いとこうちょっと取り回しでやっぱこれも慣れがちょっと必要なのかな、うん、こうボールがパンと飛んできてラケットをパッとした時にこうちょっと頭のこう遅れてくるようなこういう感じはするんですけど、 そこさえ気をつけてしっかりセットをしてあげれば、あの今村松コーチもおっしゃったボールにこうパンチが効く、こうある意味こう反発力があるんだけどこうしっかり押してコントロールができるっていう、変な話ですボレーで球が潰せるみたいなイメージのあるボールが打てると思います。なのでこれもちょっと慣れは必要ですけど使いこなせればすごいボールがいくと思うので、はい、まあ、シングルスする人ダブルスする人問わずにうまく使いこなしてもらえるといい、そういう強い味方になると思いますね。じゃあ噂のサーブいきますか。噂のサーブいってみますか。はい、はい、何キロアップでしたっけ。数値上でいくと 8% は速度が上がるというあの期待の持てるラケットではあるので早い気がします。ってか早いんじゃないきっとねそうですね、はい、早くなってると思い受けしましたけど、ハイライトアップは嘘じゃないと思います、はい、まあ、8% って言われてその 8% 絶対だとは言わないですけど、イメージしてたとこう、まあ、自分のサーブのスピードよりもちょっと早い、本当に球が打ってからこう飛んでる速さもそうだし落ちてからこう伸びてる感じもよく手に伝わってくるので速い。速いですね、本当に打ってて見ててもそうですし打っててもちょっと速くなってる感じは非常に受けますね、まあ、ラケットのこういう、まあ、素材的な面と、はい、あとはこのやっぱ重いっていうのもあるんですか。そうですね、やっぱり頭が走るラケットであればあるほどボールのパワーっていうのは出ますし、我々メーカーがどうしても、まあ、例えばプレイヤーの方をお見受けするときに合ってる合ってないっていうのはワンバウンド後のやっぱりボールっていうのをよく見させてもらうんですね、まあ、そうすることでどれだけ球速が落ちてないか威力が落ちてないかっていうことを考えるとやはりその頭が走るまた、まあ、反発係数の高いものっていうのはワンバウンド後の威力というまあ、相手が受けるのはとにかくワンバウンド後なのでやっぱりそこでいかに、ロスしないかというのを大事には考えているので、ちょっとフラット系のさちょっと速いっていう話もしたんですけどやっぱこうスライス系とかちょっと回転系打った時なんかもやっぱりこうヘッドが走ってこうラケットがこうボールをなんだろう弾いてくれてる飛ばしてくれてる感もちょっと感じられるのか変化も大きいし、スライス系でいうとこの極端にスピードがこう落ちにくいようなイメージもあるので多分サーブ全般でかなりですね、パワーアップはすると思うんですよ。
まあ、あのよく言うんですけどサーブってこう、はい、真上に上げたボールを全部自分の力で打たなきゃいけない、はいはい、ストロークみたいに飛んでくるボールを自分で打つのとは違うので、うん、やっぱり結構純粋にラケットのこうパワーっていうのが結構ダイレクトに感じられる部分からショットかなとは思うんですけど、はい、そういう意味では非常にこうパワーをある意味感じられる、うん、まあ、これも振らなきゃいけないですけどね。そうですね、はい、ヘッドが走るからといってこう、うん、ちょっとこうお願いラケット飛ばしてねって感じで振るとなんかこうそれなりのボールがいっちゃって抜けちゃう、収まらなかったりとかしちゃうんですけど、はい、しっかり振り抜くことでやっぱりこの本当にこのラケットの良さっていうのを感じられるのかなと思いました。そうですね、振らないと。でもサーブがストロークとボレーとサーブを打ってサーブが一番それを体感しやすいんじゃないかなと。そうですね、確かにサーブが一番なんかはっきりと目に見えても分かりますし、うん、出やすいんじゃないですか。なるほど。ガットのテンションはこれは今回は、はい、一応今僕が使ってる方はウィルソンの NXT の16、はい、これ50ポンドで貼ってます。50ポンド、はい、これは僕は45ですね。45、はい、45、あれ前だ、もうちょっと高かった。もうちょっと、いやでもいつも47とか45とかなんですけど、若干スチームに比べるとちょっと硬い感じがちょっとするので、少しこう、まあ、スチーム使われてた方はもしこれを使われるのであればちょっとテンションを下げてちょっと張っていただけるとちょうどいい硬さになるんじゃないかな。なるほど、はい、やっぱりこのラケット作ったのは去年の、マドリードでの準優勝という、まあ、棄権した時から始まったモデルなんですけど、やっぱりいかにフリーポイントを取るか、まあ、例えばサービスエースの本数を増やすか、ということをテーマにして作ったラケットなので、やはりその分パワーとスピードというものに特化したラケット。でなおかつそれを体感するにはとにかく振ってもらわなければいけない、振れば振るほどこのラケットの良さというのは出てくるんじゃないかなと思います。振らなきゃダメなんだね。はとりあえずこう触れと、ね、はい、とりあえずこう飛んできたボールはとりあえず構わんと、とりあえず触れと。そうですね、サーブもとりあえずこう入れに行くなと、触れと、はい、やっぱりそれが僕なんかすごく感じているのが、日本人はどうしてもラインがあるとその中に入れることから考えていく、入れるボールでいかにパワーを上げるかと考えるんですけども、海外の選手たちっていうのはいかに自分の体のパワーを全てボールに伝えれるか、その後にラインの中に収めるっていうことをやるのがもう全く順番が違うんで、どちらかというとその後者に当たるラケットにはなるのかな。とにかく振って振ってアウトになっても、その振った後に回転をかけることとかのテクニックを覚えていった方がより高いレベルにいけるんじゃないかなと思ってますね。ちょっとこれ深いお話だと思うんですけど、頑張って振りますっていう人でお願いします。誰でも使えるかっていうとそうですね、万人受けするという感じではないと思うので、ではないと思います、はい、うん、ぜひそこら辺のプレーのニーズに合わせて、万人受け振らない方はもう100とか 100LS とかを使っていただくといいのかなと思いますけど、うん、本当に自分は振るんだ、勝つんだという方にはぜひぜひ。まだバンシリーズの中でもちょっと別物というか、ね、そうですね、プレーの形状も違いますので、かなり特殊なラケットではあると思います。もともと開発、ちょっと余談になっちゃいますが、開発としてはバーの 100S、100LS、100ULS が先にできてたラケットなんですね。で錦織君からそういう依頼を受けて、じゃあバーに使っていたハイパフォーマンスカーボンファイバーをスティームに入れようと、入れて出来上がったのがこちらなので、こちらはバーンシリーズの中では一番最後に生まれたラケットです。95が生まれて、それの汎用モデルではなくて100がまずできていたテクノロジーを錦織君が言った希望通りスティームに入れたら、彼が選んだのでバーンシリーズに入れた。なるほど。じゃあもともとバーンの中にはなかったです。もともとのこと言うと、2015年度はスティームというものを継続販売する予定だったんですけども、まあ、彼の方から変更依頼があって、変更した以上はやはり継続して販売することはできないので、で同じテクノロジーを持っているバーンシリーズの中に入れて日本だけで販売しているというところですね。なのでどうしても95が生まれて、そのもうちょっと楽なものが100とかって思われがちなんですけど、まあ、ちょっと生まれた理由がそれぞれ違うというところが、はい、まあ、一つの小ネタではあるかなと思います。なるほど、はい、面白いと思います。はい、はい、分かりました。ということでございます。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。